あ、どうも藤丸です。本日2016年8月25日、今日2本目の収録です。さっきもちょっとね若干収録したんですけど、なんで今再び収録してるかっていうと、こちらザンノーマンズスカイ、これちょっとね気になってまして今買ってきたんで、ちょっとね収録したいなと思っております。これね、まあのちょっとざっくり言うと、宇宙を探検する冒険するっていうゲームなんですけど、なんかねなんだっけ 1844K って奥の上ね、あれ奥の上じゃない、奥千万ん超の上超の上の桁ね、 K、 あのスーパーコンピューターの K、 そうでもほぼ無限と言っていいぐらいの惑星がなんか自動生成らしいんですけど、でもなんかその何作られた惑星生物とか全部自動生成で、すごいハカハカな宇宙空間を冒険できるゲームらしくて、ちょっとね先行でね Steam でも出てたんですけど、まあ僕はちょっとプレス4でやろうかなと思ってて、ただその Steam の評価を見ると結構皆さん厳しい評価されててですね、なんかフルプライスのゲームじゃないみたいなね、ちょっと合わない人には結構人は選ぶのかな、なんか作ってる方々もこのハローゲームズさんですか、まあこれちょっと人を選ぶゲームだよっておっしゃってるらしいんですけれども、はい、僕割とこの手のゲームね好きな方だと思っているんで、自分性格的に、はい、ちょっとこれね不定期になると思いますけども、はい、ちょっとねやりたいので収録しながらちょっとやりたいと思います。はい、これあれな、ちょっと今上にスクロールしたらいっぱいこんな他のボスもとかアイテムもあって、これランダムで変わるのかなこれなちょっと全然違うゲームの話であれですけど、あすごい細っ、あはい、でこれディスクね、はい、早速イン、ん？アップデートファイル、あ、もういきなり、でかっ !1 ギガ近いぞ、824メガいきなり来ました。あ、そう、なんか最初のアップデートでもなんか、かなり惑星が増えるみたいな。もう増やさんでいいやろっていうぐらいですけど、はい。本当に詳しいことは全然知らないです。ただ、なんか宇宙を冒険できる。ほとんど無限に星がある生き物いっぱい、そういうことしかちょっと知らないです。来た、ノーマンズスカイ、人がいない空ってこと、スペースじゃねえんだ、おー宇宙ー、おー、はかはかしてまいりました。ん？あー動くよ、あれ？もう始まってんのこれ、動く。ああ、名前がついてる。俺もあえて星に名前つけていきたいな。どうしたら、おう。ああ、どっかにたどり着きたい。ああ、どうしたらいいんだ？いろいろボタン押してみてるんですけど。ああ、起動します。押し続ければいい。何を起動？スーツの設
よ。生命維持。シールドキネティックシステム稼働中。シールド？ん？スキャナーが破損。修理が必要です。スキャナーが破損。俺も不時着した感じこれ。空中推進ジェットパック稼働中。空中推進。あら。マルチツールとマインビームのアタッチメント使用可能。あら。壊れちゃってる。使用者の初期化プロセスは完了しました。セブスキービニフェルユークリッド惑星。あ、俺が発見したのここ。え？今右スティックで視点変えてます。左スティックで前後左右。あ？ラサママ？あ、乗っちゃった乗っちゃった。発射エンジンに致命的なダメージ。これを押してタッチパッドを押してアイテムケースを開く。発射エンジン垂直離陸システム。ギアシステムの発射と着陸の重要なシステム。エンジンはプロトニウム核なんだ。核エンジンなんだ。リチャージできる。発射プロレス、プロレスじゃない。発射プロセスには十分な燃料レベルが必要。R に長押しで惑星から飛び立つ。あ。ん？ああ、これで、はいはい。発射エンジン、はい。修理する。発射エンジン。修理できないのか。あ、何？あ、よく分かってないよ。ラサママ S36 って何なの？誰かのもう惑星ってことこれ。ラサママさんっていう。え、でも俺が発見したって言ってなかったさっき。これどうやって降りるの？ああ、四角で降りる。ガラクタ箱。現実が崩壊しているようだ。直視できないほど大きくまばゆい。以前のものと別の巨大な赤色オーブの中に何かの破片が一瞬だけ見えた。え？私の全てを私以上に知っている何か。これは想像そのものの姿なんだろうか。それとも霞んだり冴えたりしている私の意識が誰かに操られているのだろうか。アトラス。そして要求される言葉ではないかとする。このアトラスという存在が用意した道を私は進めるんだろう。とりあえず分かんねえから、じゃあこれにしようか。これ丸でいいのこれ、うん、あ、とりあえずなんか修理しなきゃいけないの。修理どういうこと、どういうこと。この辺ちょっと調べまくるか。アトラスパスバージョン1。あ、旗の音か。おう、ん、おお、撃っちゃった。え、炭素。荷物開ける。アイソットエクソスーツから、え、読めない読めない。
あ、この俺、あ、宇宙船に、プロトニウム、やった。17個。そんな簡単に手に入るのか。これなんだ。魅惑の球体をゲットしました。わ、新しいテクノロジーケース、高速ショットタウ、フォトンキャノンコンパスユニット。フォトンキャノンはより速度を増して発射する。発射が素早くなるように改良されたことでターゲットへの攻撃力が上昇する。宇宙船のアイテムケース内に作成すると自動的に作動する。ニッケルとプラチナが必要なんだ。宇宙船同士の戦闘時、バツを押して起動、シートのパーツ、ちなみに俺の武器って何なんだろう。ああ、あ、あー困った。岩から鉄を集めなさい。はい、岩、この辺もいいの。これ岩、岩、そういうことじゃない。岩、あ、そういうことか。あ、基本的な環境に対する防衛システム、亜鉛チタニウムもしくはシールドチャージで装備、装備、ちょっと字漏れてるけど装備、なんだろう、なんて書いてんだろう。チャージ、オキシドで装備をチャージ。ん？ああ、もう素材か。素材集めだ。もう錬金魂が。お、鉄。ん？鉄どこ？これか？これが鉄か？違う。あ、これか。おお。鉄、鉄。ああ、熱い熱い熱い。オーバーヒートしちゃうのかな。鉄、鉄。わあ。熱防御。え。熱、あ、今日ちょっと急がなきゃやばいんじゃない、もしかしてこれ。ライト。移動、何がいるんだっけ何がいるんだっけ、直すのに。え、これ修理するの何がいるんだっけ。乗らなきゃだ。ヘリジウム、亜鉛、ヘリジウムと亜鉛とシートのパーツってこれじゃないの。これよくわかんない。ヘリジウムと亜鉛を集めなきゃダメか。
あ、なんかやっちゃった。暗くなってきた。ああ、あ、日中暑くなるのか。鉄26の鉄でシートパッド、え、あ、ん？これで作れるってこと？そういうことじゃない。鉄。その 32% って何だ。ああ、オーバーヒート。ああ、なんか他の鉄、鉄ばっかりやな。オキシド。あ、走れない。あ、スキャナー。情報は脳に直接伝えられるか。へえ。炭素、あ、炭素、炭素あったよ。検証。え、炭素。おお、壊れちゃった。ああ、炭素、炭素。これ 17% なったらどうなんのこれ。あ、なんか来た。え、何あれ。え、何これ。何、敵なのか。え、どうしたらいいのこれ。おお、壊したわ。はっはっ。何？ガラクタ。グレネードによるダメージ範囲が広がる。使用の際は狙った着弾地点から十分な距離を取り、自分がダメージを受けないように。はい。おう。キャナ、あ、修理。テクノロジーを修理しました。はい、何これ。分析レンズ。テクノロジーを修理しました。チャージ。マインビームをチャージってどうやってやるの。アイスアイソトープ資源で装備をチャージ。採掘ではセンチネルの注意。あ、採掘してたからさっきあの変なやつ来たってこと。分解する。アイソトープ資源が分かんない。あと炭素のようなってるから、これでチャージすればいい。テクノロジーをリチャージしました。はい。おお。また来た。敵が接近しています。来たー。いっぱい来てる。いっぱい来てる。いっぱい来てる。
ぱい来てる。ああ、ボルトキャスターマガジン、弾倉のキャパシティが増加する。わあ、なんかいっぱい次から次へとなんかいろいろ出てきて、おっさん覚えきれない。何、まあいいや、どんどん取ろう、どんどん。あ、何、罰をし続ければ飛べるのか。あ、全部取った、これ。うわあ、なんか次から次へと来るな。あ、中間目標を達成。あ、はい、早く飛び立ちたいな。